中日本ハイウェイパトロール名古屋株式会社は中日本高速道路株式会社が管理運営する高速道路自動車専用道路のうち名古屋支社及び金沢支社エリアの専門的業務となる交通管理業務を専属に担当する部門として NEXCO 中日本が民営化した際のグループ経営化の中で設立された会社である中日本ハイウェイパトロール名古屋をはじめ グループ一体で、ネクスコ中日本のブランド名を使用している。主な業務は、交通管理、交通管制、車両制限令等の法令違反車両取り締まり、活動範囲が広域となるため、現場の拠点は、基地と呼ばれ、中日本高速道路株式会社の高速道路事務所、保全、サービスセンターや各県警察の高速隊と一体となって、配置されている。隊長、 副隊長、主任長、班長、主任、管理士、管理士補の順。うちは、事務部門、上部には、全体の総括者として、部長や事情が配置されている。また、専門知識の共有のため、中日本高速道路株式会社をはじめとする、グループ間とも、積極的な人事交流が行われている。公式ウェブサイト、ありがとうございます。